こうどんな新竜選手と戦うことにどんな意義を感じますか。新竜選手に勝つことにどんな意義を感じますか。どんな意義、まあ、例えば、ベルトの方が重要だとかそういう話、まあ、そうですね、まあ、しっかりとその、まあ、33でなんかみんな年みたいな言ってますけど全然できるよっていうのを、まあ、まずは見せたいですね、はい、ですかね、はい、もう以前のよりもさらに進化してる姿を見せると。まあ、もちろんあの進化してるんでやっぱそうですね、まあ、そこを見せたいなと思ってます、はい。